ここで鹿島に勝てたらでかいと思うよ。ショスケチャンネル、皆さんボアノジー、どうもショスケです。ラッキー、みんな元気してるってなわけで、さあ今回もやってまいりました、試合前日恒例 FC 東京の試合、試合予想してみんなのお時間でございます。というわけで、まあちょっとまあね、今まで池崎さんのこうジャスティスのレボリューションを真似してきましたけども、パクっていきましたけども、まあちょっと尺がね長いと分かってたんだけど、うん、やりたい病なんでね、本当まあ前節、まあ、ルヴァンカップね、まあなんとか神戸に引き分けて、まあ、首位通過したわけですけども、まあただ首位通過したからといって油断はできず、本当反省点ばかりの試合だと思うんでね、しっかりこの反省生かして、しっかりね、ここから先、鹿島も含めて、戦っていければいいなというふうに思います。それでは今回の対戦相手がこちら、バン。今回のゲーム、5月9日日曜日17時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第13節鹿島アントラーズ戦は茨城県立鹿島サッカースタジアムで行われます。というわけで、まあ、今回ね、この強敵鹿島さんなんですけど、まあ、まあ、いろんな外部からの声聞くと、鹿島も今シーズンそこまで調子が良くないよと。ただ、調子の良くない鹿島だって強いんだよ、うちらからすると。しかも、しかしたでしょ？怖いんだって、本当に。特に今、FC 東京は本当に怪我人ばかりで、非常に辛いシーズンを戦ってますけども、鹿島もそれなりにやっぱり主軸の選手とか怪我とかコンディション不良で欠けてる部分もあるんで、まあ、けど誰が来てもやっぱり鹿島さんは怖い選手、怖いチームなんで、まあ、しっかりとね、我々もがっつりとね、準備して、戦っていきたいなというふうに思います。それではまず今節のスタメンがこちら。さあ今回のスタメン予想がこちらってなわけで、まあまあ、神戸戦良かった、4-2-3-1 のフォーメーションをちょっと基本に考えてみたんですけども、まあ、まずは、ゴールキーパーがダマさんで、ディフェンスが、右マコ左両野で、2センターにウビリとオマリで、2ブランチに、青木森ゲーで、左に長井右敬吾でトップ下、高萩洋次郎かなと。で、ワントップ、ディエゴ・リベイラ。こういう風に予想させていただきました。まあ、けど、まあ、多分これ、まあ、オマリか、ツヨシか、どっちかだと思うんです。まあ、多分4-3-3で来るよりも、多分こっちの方が、守備的かつ攻撃的に、多分試合を回せるんじゃないかなと。それか、東をトップ下の位置に置いて、右に球を置くか、どっちかだと僕は思います。さあそれではここからですね、両チームの注目選手、要注意選手、そして試合予想していきたいと思うんですけど、まず FC 東京の注目選手がいきましょう。それがこちら、バン。ミッドフィルダー背番号8番、高萩洋次郎選手ということで、まあ、今回ね、僕予想スタメンで挙げさせていただいたんですけども、やっぱりこうパスの精度だったり、こうゲームを作る上でやっぱりこの高萩選手の、想像力、こう作るっていう部分の力ってすごい大事になると思うんですね。で、まあ、やっぱり昨シーズン、まあ、洋次郎くんが東京入ってから、こう本当、こうロングパス、ショートパスも含めて本当、いろんなパスで本当ゲームを作ってきた人なんで、本当僕はこういうところですごく注目しますし、で、実際今回、4-2-3-1で予想させていただいて、まあ、洋次郎くんがトップ下にいれば何が起きるかっていうと、まあ、長い東がこう上がっていった時に、そのバランス役にもなるし、まあ、要は4-3-3のフォーメーションで洋次郎くんがトップ下でも面白いと思うし、あとまあ、ディエゴに対してのパスだったり、まあ、そういう部分でも本当すごい期待できるなっていうので、今回高木洋次郎選手を注目選手に挙げさせていただきました。そして、鹿島アントラーズのファン、サポーターの皆さん、大変お待たせいたしました。今回ね、もう僕今回も前節一緒です。前回の動画も一緒なんですけど、今回も鹿島この人一択でしたね。もうだって恐ろしいもん、怖えもん。なんで今回この選手にしました。それがこちら、バン。フォワード背番号9番、エベラウド選手ということで、エベラウドしか勝たん。鹿島で今幼稚園にあげるね、エベラウドしかおらんて。
だってね、昨シーズンも相当いい活躍したし、もう鹿島にエベラウドなかったらドスンと立つじゃないですか。でまあ鹿島のフォワード陣ね、今の上田綺世も怪我でいないし、まあ、そういうのも正直まあ、どうなのみたいな、まだ多分そのチームのストライカーとしての役割としてはまだまだだと思うんです。で2列目も、ね、正直やっぱりまあ怖い選手いますよ。ファーラーダとかレオシルバ長木もいるし、けどやっぱりこのエベラウドこそがやっぱり一番怖いと僕思ってるん で、 で点取れるでフィジカルも強いし、こうフィジカルの強い選手ってやっぱ日本で本当通用するんですよね。まあ、これまでフィジカルの通用してきた選手で言うとやっぱり一番はやっぱりあの復帰、ブラジル代表の復帰とか、あとまあね、この間まで柏にいたあのオルンガとか、まあ、オルンガ復帰なんかも別格だよね。スピードもあって、ボディバランスもあって、でフィジカルもあって、本当すごい、本当にね、この2人すごい選手だと思いましたけど、エベラードも負けてないと思うんです。本当ブラジルの選手って本当足元うまい、まあ、その課題で走れんのかよっていう、結構そういう声もあったりするんだけど、走れんのよ、できんのよ、やれんのよ、それがブラジル人なの。そう、今だから日本のサッカーやってる人たちで結構ヨーロッパ見る人多いんだけど、実際ブラジルの方を見てほしいの。これだからエベラードもそうだし、だから結構ヨーロッパで活躍してるブラジル人も多いんですけど、やっぱりね、どちらかというとヨーロッパ系のサッカーになってる、こう結構テクニックだったり、そこまで、パワーも確かあるんだけども、テクニック重視だったりするところもあるんで、だからこうちょっとエベラードとかね、まあ、うちのディエゴとかもそうなんだけど、そうテクニックよりもパワーとかそういう部分でね、勝負してる選手結構いるんで、注目してもらえばいいのかなと思います。というわけで、要注意はエベラード選手とさせていただきました。そして試合予想なんですけども、今回難しいよ試合予想、今回めちゃくちゃ試合予想難しかったよ。けどまあ鹿島さんも正直順位は今若干うちよりも上なんだよ。そう、勝ち点が一緒なんだよ。ただ得点数が違う、得失点でやっぱうちの方が上回ってるんだけど、ただやっぱゲームを作る力っていうのは鹿島さんすごい強いんで、あるんで、今回こう予想させていただきました。今回のゲーム、1対2で鹿島アントラーズの勝利と予想させていただきました。さあ、それでは今回のゲームのおさらい版。5月9日日曜日17時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第13節鹿島アントラーズ戦はアウェー、茨城県立鹿島サッカースタジアムで行われます。というわけでこのゲームなんですけど、まあ、一応緊急事態宣言は出ているものの、茨城県に関しては緊急事態宣言が出ておりませんので、鹿島のファンサポーターは入ることができました。我々 FC 東京のファンサポーターは入場できませんのでご了承ください。本当悔しいんですけどね、本当しかしたのもつ煮をどれだけの人が食べたかったか、もちろん俺も食べたかった。鹿島のもつ煮こそ J リーグのスタグルで一番うまいと俺は思うね。今ここ鹿島さん持ち上げてるから、言っとけばきっと僕今度鹿島サッカーさんも行った時に、多分鹿島のファンサポーターの人が、いや翔介さん、いやそこまでもつ煮を押してくれてありがとう、これじゃあ翔介さんにプレゼントですみたいに来てくれたら嬉しいね。せこい、考えがせこいぞ翔介、もうそれが俺ですから。てなわけで本当にまあね、まあ、今回 FC 東京負け予想とさせていただいたんですけども、多分このスタメン予想を初めてじゃないかな、東京を負けると予想したのは。これは今のチーム状況だったり、これまだこういろんなピースを当てはめている中で、まあ、すごい難しい予想になったんですけど、ただ、勝ってくれたら一番嬉しいけどね。けどまあどう転ぶか分かんないんで、まあ、まずみんなでしっかりと応援してね、東京の勝利を信じて、まあ、僕こう予想しましたけども、東京の勝利を信じてね、皆さんで頑張って応援していきましょう。そしてこの日なんですけども、9日の日、17時キックオフのこの鹿島戦、翔介
週休憩翔介の方でですね、実況ライブ久しぶりにやることになりました。でということで、この日、16時30分から、翔介チャンネルの方で、実況ライブ、やっていきたいと思います。そしてもちろんですね、FC 東京中心になってしまうと思うんですけども、もちろん鹿島さんの方でもね、目を置きながら、ちゃんとね両チーム、まあ公平になることも難しいと思うんですけども、実況の方をやっていきたいと思いますんで、皆さんぜひ、遊びに来ていただければいいなと思います。よろしくお願いします。てなわけで、私翔介のメインね、あの Vlog とか、ゲームスとかありますけども、そちらの方ちゃん、ね、そちらの方やありますそして下の方には、TikTok とかね、その他 SNS やっておりますんで、チャンネル登録と、チャンネル登録と、フォローの方よろしくお願いいたします。てなわけで、いや、エベラウドできたか。もうなんか見てんなーと思った方、高評価。そして、ぜひね、チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。ってなわけで、翔介でございました。それでは、心の日、実況ライブでお会いしましょう。それではまたお会いしましょう。あてまーす。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので、見てみてくださいね。皆さん、高評価とチャンネル登録、よろしくー。